はい、どうもエルザです。それではカップヘッドやっていきたいと思います。昔々インクエル島と呼ばれる魔法の島にカップヘッドとマグマンという兄弟が住んでいました。二人は物知りケトル爺さんの下でのんびり暮らしていました。ある日のこと、爺さんから何度も忠告されていたにもかかわらず、二人は家から遠く離れた柄の悪い地区にあるデビルのカジノに入ってしまったのです。カジノに入るとカップヘッドとマグマはあっという間にサイコロのテーブルで勝ちを重ねました。こりゃすごい、君たちは負け知らずだね。カジノのいかがわしげな支配人キングダイスが言いました。左側の人かな、まあビギナーズラックというやつですかね。やるな坊主ども。兄弟はハッと息を飲みました。なぜならこの声の主はカジノのオーナーデビルだったからです。そろそろ賭け金を上げてみるか。デビルは歯を見せにやりと笑っていました。まあね、たんまり集めるだけ集めて取りましょうっていうところだろうね。もう一度お前たちが勝てばこのカジノの金を全てやろう。デビルが大きな声で言い放つと辺りは沸き立ちました。ただし負ければそのたくましいをいただく。さあ取引するか。あー、悪魔の契約するんだね。簡単に金持ちになれるチャンスに目がくらんだカップヘッドはうなずきサイコロをつかみました。あ、カップヘッド、いけない。危険を察したマグマが叫びました。しかし時すでに遅し。まあ目が金色になってるもんね。ピンソロだ。デビルが横を叩きながら大笑いしました。貴様らの負けだ。デビルが兄弟に迫り、二人は恐怖で震え上がりました。さて貴様らの魂だが。兄弟は命乞いしました。きっと別の方法でお返ししますから。マグマは言葉に詰まりながら訴えました。そうです、お願いします。カップヘッドも言いましたと。まあね、行くな言われたとこ行ったからね、こうなるわな。一向の余地はあるな。デビルはニタニタと笑いながら、一枚の用紙でいいや、取り出しました。逃げ出した債務者どものリストがここにあると。俺様らの代わりにこいつらの魂を集めてこい。そうすれば貴様らとのことは見逃してやってもよいと。分かったらさっさと行け。デビルはうなり、二人を蹴り飛ばし、乱暴にカジノから追い出しました。こいつら全員の魂を明日の真夜中まで集めてこいと。さもなくば、俺様が貴様らの魂を返しにしに行くぞと。カップヘッドとマグマはすっかり怯えて全速力で逃げましたと。早くマグ、カップヘッドは言いました。ケトル爺さんのところに行こう。きっとどうすればいいか教えてくれるから。というあらすじだったみたいですね。まあね、してやられたっていう感じだったのか。さあ、困ったことになったもんじゃな。お前たちもデビルの手先になどなりたくはないじゃろう。じゃが、太郎もんなら考えるのも恐ろしいことになるじゃろうな。とにかく、今は調子を合わせておくしかあるまい。その契約書やらを集めてな。汚れ仕事に備えるんじゃ。一度的に回ってしまえば、債務者であるお友達からの協力が得られまい。それどころか恐ろしい怪物に姿を変えてしまうじゃろう。お前たちがカップの中にぶちまけてしまうようこのポーション用意してやったぞ。さあ持っていけ。きっとお前たちに素晴らしい魔力の力を授けてくれるじゃろう。いや、だいぶなんかヤバそうな飲み物だったね。さあわしの机で神秘のインク壺を使うのじゃ。戦うためにはそれなりの準備が必要じゃぞ。で、まあ、最初、ボス行くのがありなんかな、とか思ってたんだけど、森の実、ああ、これだね。普通のステージをやってみたいなと思います。あとは、僕がやられる様を笑ってもらえれば。まあ、基本、打ちっぱなしでいいね。まあね、ボタン連射しなくていいのは楽だね。押しっぱなしで、どうにか、なるね。で、あれだね、タイミングを止めたいときだけ押せばいいね。しゃがみ回ると、
なんだなんだ、なんかなんかいっぱい来たぞ。なんかスライム的なのも。よし成功。おお、ちょっと待ってね、丸か。はいはい、パリー成功。まあ練習できるときはしとかないとね。嫌だな、この位置は嫌だな。おお、ああ、よし。でもライフ1なんだよな。よし、ダメだね。あ、ボタン配置変えよっかな。ちょっと A がきついね。おお、マジか。あちゃちゃちゃ、よし。うおー、びっくりした。あー、はいはい。あのスライムちゃんが、ね。どう？キノコは嫌だね。よし、いけた。いやー。HP ボーナスはまれん。あ、パリー回数決まってんのか。さあ B、 あんまランク気にしない方が良さそうだね。はいはい、悪巧みのぬかるみ、まあやってみますか。どうなるか分かんないからね。で、確かスプレッド強いんだよね、全段当てればっていうところだけど。さあスライムさん、あ、音楽いい。おっと、あ、いた。あ、これダメだ。だよね。はあはあはあ、でか、うん。ちょっと待った、そんな難しいんだね、これ。思ったより難けえぞ。雑魚的のステージしてる方がまだ僕は性に合ってる気がする。はいはい、で、どう動く？次は。はいはい。ほほ。うん、嫌な感じがするね。ほいほい。ほいほい。どう？パンチはまだ来ないね。嫌だね、それは。はいはい。大丈夫なんだ。オッケーなんだね、あれね。おお、見ても慣れないね。無駄に動かない。はい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 、スプレッドでどうかな。よし、倒した。結構ダッシュで避けるっていうのさえ抑えれれば。てかパリーする暇あったっけ。順調。プルプルグラン、あー、そういうことね。プルプルね。